せーの、めんどくさいレジェンド。いやー、せつのけいすけだよ。やっていきたいと思います。何がめんどくさいかって言うたらね、一人で実況をやってるのにせーのとか言ってタイトルコールするのが一番めんどくさいよね。やります。100回話しかけた挙句、別にこいつどうでもよかったタイプのやつだろうな。よし、王子のお供、そんな大目出てましたっけ。俺基本王様の話聞いてないだで、すんません。聞けよ。今日は仕事終わったら彼女のデートなんす。あー、リア充爆発しろこの野郎。爆発。うーん、そう、彼女とか羨ましいわ。もうこんな話聞いてることがもうめんどくさいわ。あ、女の子や。旅に女の子の癒しは重要ですからね。この子を連れて行ってもいい。チャラい子だったわ。俺こういうチャラい子で嫌いわ。マジ呪術師です。え、うらやま、一人でいてくださいっすよ。あ、わかりましたよ。あんたなんか連れていかんよ。俺チャラいん嫌いやけどな。あ、ジジイ俺は。まあジジイってことはさ、長年の熟練の人かもしれんけんな。まあこの頭でさ、この釣りピカの頭で敵モンスターに突っ込んでいってもらえばさ、楽勝。これはこれは王子、飲み物大臣の私に何か用ですから。飲み物だけかい。せめて食べ物全般にしろよお前。いや特に。主人公の方からやめとこうって思ってしまってるパターンだったな。そりゃ食べ物大臣なんか連れて行ったって何の戦力にもならんけんな。まだネズミ連れてった方がマシ。あ、これやっぱ右のさ、かわいいっぽいな、かわいい女の子の方が先やな。話しかけるのこっちの方が優先度高いな。お前かい。かわいい女の子かと思ったじゃないか。お前か、上ひまるお前か。知っとるぞお前、怖くない ?E2 って何の活躍もしてなかったやつやろうが。お前さ、前作でポピオに連れて行かれてさ、のんのとも天国行きやがって。もうそんな話よ。怖くない ?E2 の話をする俺の方がめんどくさいかもしれんけどな。あー、グラフィックが突然綺麗になったね。さっきのは幻覚だったのかな。あ、王子、今日も寒いですね。え、ちょっと待って、今の何とはどうかなされましたか。うん、見間違いかな。これもう一回やったら、あれから、油断しないな。え、羨ましいんですか。王子すみません、残念ながら予定が入っておりまして恐縮です。そうか、わかった。まあ予定だったらいいわ、予定だったらしょうがないわ。今度給料半分にしとくけんな。こいつさ、まだ泊まる必要ない状態でなんでこいつおるんやろうな。しかも城に働く人間とは思えんような見た目しとるし、どこの町でもおりそうな感じしとるし。はい、お金足りません、分かってます。ちょっとめんどくさいかもしれんよ、視聴者さんにとってはめんどくさいかもしれんけど、ちょっとボケ入れてくるけんな。もうめんどくさいレジェンドよりもめんどくさい実況者やけんな俺は。あれ、結局誰とも仲間になってないな。どういうことだろう。まあいいや、行こうか。あ、外にもまだおるで、いけるいける。ポケモンシステムやないか。いけいけ、死にもんトレーナーって、死にもんってさ、もうだいぶ話前やな、おい。そこの前、いい目をしているな。死にもんトレーナーの実力見せてやるぜ。普通に死にもんできてきた。なんなこれ、死神さんのオンパレードやないか。やったるぞ、お前。そんなに簡単に勝てると思うなよ俺に。ほらこら見たかバカ野郎、9ゴールドいただいていくぞバカ野郎。くそ、お前強いな。まだまだ俺の修行は足りなかったってことか。なまずさ、修行するのはいいけどさ、ここではやらんといた方がいいと思うわ。裏山とかポケモンの多く出てくるところでやればいいと思うよな。場所が間違ってる場所が。王子、何か用ですか。わ、これかわいい、この子かわいいけん、この子を連れて行きたいわ。癒しとしてはもう100点満点。俺、今から裏山行くんだけど、ついてくる気ある。えっ、どうした。あ、王子、もしかして、
私に気が。あ、俺はある、俺はあるよ。え？え、嬉しいですわ。私メイドやっていてよかったです。王子はいつも私のことを見ていてくれたのですね。え、なんか勘違いされている。まあ一目惚れはしたけどさ。そして今回も私のことを誘ってくださった。もっと勇敢で強い あなたがお方がいる中、この私を誘ってくださった。まあ癒しやけんな。強さとかそういうんじゃなくて癒しやけん。いや一応ね。王子好きです。名前知らないけど僕も好きだよ。刹那圭介は君のこと好きだよ。なんか壮絶な勘違いをされてるぞ。まずいな。どうやってなだめよ。受け入れろよ、受け入れよ。なあ、この子連れて行こう。この子俺好きや。あ、こんなこと言おってたら視聴者さんが俺のことなのに俺に対して面倒くさいって思うかもしれないけど、そういうことにしといてな。メイドをなだめよう。メロメロポイントを100にしてしまうとゲームオーバーだ。なんそれ、ゲーム変わった、ゲーム変わった。王子、王子、王子は私のことが好きですか？君って、まあ、100ポイントにしたらダメなんだろ。決めてない。なんでときめくの？なんでときめくの？キャー、私は王子とそういうシャイなところが好きです。おー、俺は君みたいな、めちゃくちゃ、よく捉えてくれる子が好きだよ。あ、50ポイントも上がってしまった。ゲーム的には上がったらダメなのに、半分も上がった。半分も上がってしまった。勘違いすごすぎる。でも俺、そういう君が好き。じゃあ王子裏山に行くついでにデートしましょう。あ、これ逆にさ、これはそんな暇はないって言うたらまたシャイって言われるんだろうな。ラブホ行こう。もういっそのことラブホ行こう。行こい。ひい、いいぞ、控えた。ゲーム的あれあれ、王子って大胆、めっちゃ上がった。王子、それじゃあお出かけの準備してきますね。どんな格好がいいですかね。まだ一緒に行くだ。これを勘違いされたまま行くのは嫌だな。もう行こうってなってしまったんで。行こうになってしまったんで。水着で行こうぜ、気さく。水着ですか？冬のに。うん。できればティーバッグで、もうビキニがいいっす。王子って、変態さんなんですかね？作者さんは変態かもしれんけど、僕は変態じゃない。まあいいか、ゲーム的。いやー、疲れてる。疲れてる。私のド M 魂が刺激されてるかも。コスプレデータ的な、私興奮します。わあ、めっちゃ興奮されてる。俺そこまでついていけないな。100ポイントも上がった。なんでこれまでのやつより倍なの。王子大好き。て悪くないな、このゲーム悪くないなって感じた時が来ましたな。悪くないな、ゲーム的には良くないけど実況してる俺としては悪くないな。俺はこの後しばらくしてから本当は好きではないことを伝えたけど、切れたメイドに半殺しされた。やんでるかいな。この時の怪我で左肩は壊れ、こうして俺の野球人生が終わった。野球やってなかったじゃないか。ちなみに俺はバスケ派です。女の子は諦めた方がいいような気がするな。まあ後ろに回って好きだよって伝えておきますけどね。好きだよ、よし、おこう。あーめ、これで俺もめんどくさいって思われとんかな。ゲハハハハ、誰だお前。ここは通りたければクイズに答えてもらおう。めっちゃ気違いなんでできた。はあ、めんどくさいな。第1問、ニューヨークの観光スポットではないものはどれ。結構真面目なクイズ出てきたな。なんかアメリカじゃないわ、何やっけ、アメリカ横断ウルトラクイズかポイが出てきそうな問題ないか。どれかわからん俺。どれこれ、タイムズスクエアとかなんか適当に考えてそうな名前やけど、そうしとこう。違うんかい。しかも制裁、戦闘入りおった、戦闘入りおったで。お前戦ってる暇はないっていうのに。あ、めっちゃ強いし。戦ったらあかん相手だったわ。こいつはほっとこう。俺の知識じゃ無理だ。というわけで、まあこっち行こう。こっちには何がいるのかな、何が出るかな。多分本は調べれんな。何が出る、おった、怪しいやつおった。ん、見ない顔。え、あ、どうもです。あ、じゃあね。こんなガキに敬語は使うか。え、久しぶり。この城で僕にタメ口のやつは結構いるけど、おるんかいな。王子なのに。お前は僕の記憶にないんだよな。
僕と仲良かったりする？こいつ何者だ？あ、やだな、俺ですよ、俺。あー、でも俺忘れやすいタイプだからな。覚えてないのも仕方ないかも。キャラ薄いですから。場違いだから覚えるんだよ。うん、わかった。思い出しとく。名前はなんだっけ？エビルって言います。まずいな、バレるか。エビル？あー、いたような。キャー、似た名前のやつよ。オッケー、エビル、改めてよろしく。ただし敬語は使うように。承知いたしました。ついてこないのかい、ついてこないのかい。まあ怪しくない、怪しいって怪しいけど、もう誰もついてこんかったらお前でも嫌って思っている。まあ仲間探すことがもうめんどくさいんですけどね。このまま行った方がいいんだろうかな。ああ、同行者か。やっぱこのクイズやらなあかんのか。このクイズやらんかったらあかんのか。クソやろ、やるわお前。キチガイ、キチガイクイズ名。ああ、間違えた。なんか連打招待一番上の選択肢押したけど間違えた。二択や、この二つのどっちかじゃ。ルクソールなんかあるん？よっしゃー、取った。三つ目の正解だ。アメリカの歴代大統領ではない人物。ちょっと難しいん来たな。どれだ？全然聞いたことない人ばっか。ブッシュ大統領とかオバマ大統領とか、その有名なところは、まあ、知名度の高い人とかは出てこんのか。ジョン・アダムス。あーあ、3度目の正直っていうのはさ、さっき証明したばっかやけんな。これか。3度目の正直ってこれ2回目やな、この問題に関しては。どれだ？ジミー・カーター。違った。めんどくさいだろ。ゲームのせいで俺めんどくさい人間になりました。あー、どっちだこれ。ウィリアム。あー4分の1ミスっとるかな。4択で3問やってミスった。ジェームズ、正解だろ。僕頭いいだろ。3問目あるん？3問目あるんや。北王子なんて読むかわからんような人のデビュー作なんか知っとるかボケやな。多分半沢直樹ではないよな。なんかさ、最近のやつやけんデビュー作ではないと思うよな。いや、この2つ知らんぞ。華麗なる一族は知っとけん、これにしとく。ああ、違うんや。これさ、1問目と2問目が一番下の答えだったんやけどさ、もしかしてこれ半沢直樹で正解な？違うんかーい。2 択や、2択や。ここミスいたないわ。2問連続で3問解いてミスるとか。こっちじゃ。あはははははは。うん、こっちやな。うん、視聴者さん、俺このゲームのせいでさ、めんどくさい実況者になったと同時にさ、運のない実況者になったような気がします。はい。あー、まだあるん、まだあるん。なんやった。あー、わからん、わからん。めんどくさいかもしれんけど、これでさ、4択どんどんやっていくもめんどくさいけん、ヤフったる、ヤフったるからな。ウィキペディアに載っとったわ。 332.6m だったわ。もうこっちの方が、調べる方がずっと楽じゃん。正解、答えたよ。頑張ったよこれ、何度も答えたよ。よっしゃ、ゆっくりやなお前、ゆっくりやなお前。突然早なったわ。お前なんでお前そこで止まるん？なあ、そこでなんで止まるん？喉が渇いたな。ここを通りたかったよ。オレンジジュースを持ってきな。もうオレンジジュースだけでいいやん。問題解かんでよかったやん。オレンジジュースどこにあるんやん。粒だよ。はい、わかりましたよ。オレンジジュース持ってきますよ。けどな、最後だけさ、もう言い返してやってもいいかも。俺はグレープフルーツじゃ。
グレープフルーツ派じゃボケ。終わります。仕分け。ふう、やっと変わった。